直撃。え、チャンスソンじゃなくてもう AT じゃないですか。来ましたね。キコーナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。シーサです。トミです、こんばんは。さあトミさん、はい、やってきました。今日は兵庫県川西市のキコーナキセラ川西店さん、はい、前回、はい、池田店長と一緒に7つの滞在、これがなかなかこう解析も出てないし、実際設定力はどんな動きするんだって言いながら2人で設定力打ったんですけど、はい、結構面白かったんですよ。なのでちょっと前回の流れじゃないですけど、はい、今回もとある機種の設定6を個人的に非常に打たせていただきたいということで、はい、バイオハザード7のですね設定6をちょっと打たせていただきたいと思ってます。でこれが、まあ、割とこうモード移行とか、まあ AT 当選率とかそういうのは出てるんですけれども、直撃とかバレット獲得とかに関しては設定差がどのくらいあるのかなとか全く出てないので、まあ、体感的にちょっと設定6を打たせてもらって、まあ、モード移行も見ながらやっぱ6はこうなんだねっていうのはちょっとでも分かればなと思って打ちたいと思ってます。ただですね、バラエティに時代なんですよね。そうなんですよ。なので、トミーさんはフレンドチェアですか、あれで後ろに座っていただいて、ちょっと後ろでこうバイオハザード7を調べてもらいながら打たせてくださいよ。僕もよちょっとぐらいは。ただ本当に1台しかないんで、隣が青のエクソシストなんですよ。でこれ僕打ったことないんですけど、トミーさん打ったことあります？私も実戦はないですね。あ、ないですか。シダはしましたけど、ちょうどいいかも。じゃあ僕バイオハザード7打つんで、トミさんに青のエクソシストを打っていただいて、どんな台なのかっていうのをちょっと見させていただいて、特に個人的にはね、やっぱ AT 中の自力感がどうやねんっていうような台ですから、順増9枚ですよね。でかつその AT 中どんだけ自分の引きとかでやれるような、やれるかどうかみたいな機会なんで、この辺が本当にどうなのかっていうの、ゲームフローを見てる感じだとめちゃくちゃ面白そうなんですけど、実際こう動いてるところを僕見てないんで、ちょっとそれも見させていただいたらと思います。というわけで今回バイオハザード7と青のエクソシストを打っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでいつもは同じ機種を並べて打ってるんですけれども、今回機種をちょっと分けて打っていきます。僕はちょっとバイオハザード7の設定録をもう一回打ってみたいなと、まあいろいろちょっと普段営業中のホールで打ってる時になんかモード移行とか全然その通りにいかなくて、ちょっとゆっくりその設定録でどんな動きをするのかなっていうのが見たいのと、青のエクソシストの方はまあホール実践お互いないので。まあ今更感はちょっとあるんですけど、どういう AT 機なのかっていうのをちょっと勉強したいというところでトミーさんに言っていただきます。じゃあ行きましょうか。はい、よろしくお願いします。バイオはもうだいぶ打たれてるんですか？バイオはだいぶというほどじゃないですけど、週1、2は打ってますね。はい。で結構やっぱり AT が面白くて、まあ、低設定って分かってても割とチャンスゾーンを突破できてるので戦えてるんですよね。なるほど。私もこの台青のエクソシストと、はい、ラブ城のスペック違いが同時販売ということで、はい、どっち買うのよっていうことで、はい、私はどちらかというとこちらの方がいいんじゃないかということで。ですよね。なんかトミーさんは結構洗い方を迷った時は選びそうなイメージですもんね。そうですね。 AT 入った時のなんかやれる感というか自力感が結構良さげかなと思ったんですけど、蓋を開けたら若干ラブ城優勢かなっていうね。マイスターチャンスいきます。はい、ありがとう。37% が天国で約 50% が B か C なんで 50% 以上か。あ、これです。ジャックチェリーとかスイカでパレット来ないじゃないですか普段なかなか。これがこの間もそうだったんですけど、6の時はスイカとかジャックチェリーで来るんですよ。だから僕が知ってる限りその情報にこの設定ごとの獲得確率みたいなの出てないんですけど、多分ね6はジャッククラグでパレット獲得します。結構弱いかな、うん、あさっきの17っていうのが13っていうのがまあまあでかかったんですね。じゃあでまあ66、そうですよね。こんなとこあるんかなしさ、これないかさすがに。ここでどうっていうのはなんかこういう表現ではなさそうですね。そうですね。あと399ゲーム以内でのチャンスゾーン AT 当選期待度設定6は 99% です。だからもう400超えたら6はないって思っていいぐらいですね。なんて分かりやすい、分かりやすいですよね。だからもう400超えた時点であ違うわって6で 99% でその次高いの5なんですけど5で 52% なので全然違う。はい、全長いきます。これはもう当たりですね。当たりです。はい、トニーさん当たりです。当たりです、はいだから6は400ゲーム以内にほぼ当たるけども、やっぱ AT が伸びないっていうところ で、ね、もう飽きたんでしょうね、そういうゲーム性に皆さん。演出めちゃめちゃかっこいいですね。あ、これ次回予告？俺はもう人間でも悪魔でもね。あれ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 。あ。直撃？えチャンスゾーンじゃなくてもう AT じゃないですか。来ましたね、直撃しましたね。本当だ、こんな簡単に当たるんですね。さすが突破型うんぬん関係なかったですね。チャンスゾーン見れるかと思ったらですね、すいません、いきなりエクソシストラッシュ、いや6っぽいですね。はいでエクソシストラッシュがベルナビ回数管理の AT で純増が約9枚、無敵ゾーンと自力ゾーンの2部構成。自力ゾーンというのが転落方式だったんですかね確か。そうですね、無敵ゾーン終了後の外れリプレイで転落抽選っていう、はい、で AT の平均獲得枚数が設定6だと376枚ってなってます。ああだからこう低設定の方が大きいんですよね、塊がね。低設定の方が設定1だと平均継続ゲーム数も100ゲーム超えてくるんで、ここから自力ゾーンですね。はい、自力ゾーンは外れリプレイで転落抽選です。だからベルさえ引いとけば大丈夫。これはリプレイかなってことですかね。リプレイか外れだと思います。リプこれは大丈夫やったんですかね、はい、じゃあ今のはセーフですね、はい、今のが転落の一応ピンチっていう感じで、あ危ない、これ危ないやつです。リプレイで進むべき道を選ぶのです。あれ残念。ここが結構あっさりしてるからかな。そうですね、やっぱり設定6は当たりやすいけど伸びにくいっていうところですね。かっこいい、はい、まあそんなもんですよね、はい、はい、その繰り返しってことですね。そうですね、だからまあちょっとメーカー違いますけど、もう本当にリゼロみたいな感じですよね。そうですね。でもあの刹那で300枚弱取ったんでね、すごいですよね。やっぱ順当9枚はすごい。であとはその獲得したメダルで次のあたりに行ってちょっと増やせるかどうかでしょう。ですね。はい。いにしえより伝わる伝説の魔剣だ。この刀にお前の力を移植しよう。思いますね。おお。あ、来た。チャンスゾーン早くないですか。早い、67ゲーム。ああそんな簡単にいくんだ。ただそこは期待度低めでしょ。そうですね。59。59。まあ難しいですよね。はい。まあもちろんこのカードも順増9枚なんで枚数増えますもんね。はい、おお、いきますね。チャンスアップ。おお、はい、チャンス。ファイナルターン。お、なんか音鳴ったから子役。お、8でしょ、そこは。いったでしょ。はい。やっぱ6は違うんでしょうね。おお。でも簡単すぎません？まあこれがダメな要因なんですかね。いや、だから逆が打てないってことですよね。はい。人間でも悪魔でもね、最強のエクソシストになってやる。もっとみんな打ってほしいですけどね、これなかなかいいですけどね。個人的には演出もいいですし、そうですね、音楽もいいし、好きな人は多いですよね。でもね、これね、女性が多いんですかね、ファンは。正直、うん、コンテンツを知らないと打とうかなってあんまり思わないですよ。そのアニメ知ってる人とか漫画知ってる人は多分打とうかなって思うと思うんですけど、もう見るからに手が出しづらいじゃないですか。え、何この台っていう、平和さんでもそういうニッチなところを攻めるの好きですからね。結構そうですね、意外と結構細々と動いたりとかね。そうです。だからまあガルパンとかは成功例じゃないですか、5号機の。多分ああいったイメージで出されたのかなと思いますけど、上のメーターの分だけナビが出るってことですか。いや、確かこれを貯めた無双に戻るんやったと思うんですよ。はい、このリプレイ引くか無双に戻すかみたいな。無敵ゾーン、無敵ゾーンですね。ごめんなさい、はい、無敵ゾーン。あ、これで多分戻りますよね、ピーターンで。ほら、あ、ちゃう、え、お、お、なんか僕間違ってますね。そこで成功すれば無敵ゾーンに戻ります。ダメだなこれ。おお、いったー。そこは今は完全に押し順正解です。だから6で出るときってこういうことでしょうね。でこれでまた無敵に戻って、はい、10回ナビという形ですね。はい、そうですね。よくやれてる方じゃないですか。いや、そうですね。で、ここからが自力。お、いきなり来た。早いな。進むべき道を選ぶのです。お、リロック。もう一個。色か、色で当てりゃいいんですよ。第一停止と色です。はい、ダメだ。まあ、はい。まあでも606枚。それだけあればまた次のチャンスオンまではいきますんでね。そうですね。さあ今471ゲームで結構強めの全長入ってるんですけど、もう滞在モードは通常 C で間違いないと思います。で全長以降も、まあ、200ゲーム台400ゲーム台、まあ、前半のところで来てっていうところは、まあ、A より C の方が強いゾーンですね。でモールデッドアタックの後のセリフももうずっとこう B 以上の示唆ばかり出てたので、まあ、やっぱり設定6だけあって。天国否定した後、一番移行しやすい C にいるのかなと思いますね。これが普段打ってるバイオハザード7だったら、天国じゃなかったらほぼ A なんですよ。なぜか僕は 30% どころかもう 50% 以上 A にいるんで、本当にそんな天国行くっていうのをちょっと今日確かめたくて打ってますけど、まあ、ここは多分間違いなく当たると思います。で今バトル経由のベイカーズディナーなんで、ここもチャンスパターンですね、演出的には。はい、黄色まで行きました。多分赤まで行くんじゃないか。行った、間違いない。もう本店長濃厚で、この後エブリンが出てくればさらに熱いですよね。直撃の可能性が出てきますんで。ここはジャックです。普通ですけど多分当たります。チャンスアップもきました。2ゲーム連続、はい、ああ3ゲーム連続きた。これね494ゲーム、まあ通常 C の天井直前ですね。キモそこすみません、笑ってしまいましたよ。確かに気持ち悪いですね、はい、まあ多分チャンスゾーンでしょうけど、クライマックスバトルですね。で前回設定6を打たせてもらった時はここでいきなりハザードラッシュっていうパターンが何度かあったんで、まあそこも多分設定差あるんだろうと思ってましたけど。さあまずはチャンスゾーン突破できるかどうかいきます。あ、赤きた。今のはこのスイカですよ。だからスイカで赤もらって、ジャックチェリーで緑もらって、なかなかないじゃないですか、こういうこと。これがやっぱ6打つとこうなるなっていうところですね。でこれがチャンスゾーン突入時にもらった黄色ですね。じゃあまあ普通にここは突破して出す気満々です、はい、さあ1つ目ファーストステージレベルアップ、ファーストステージレベルアップ。ちょっと下のこのアイテム獲得できませんでしたね。あ、超えた。8いった。これは強い。ファーストステージレベル 8.4 分の1を15ゲームで引けるかどうか。 85% オーバーです。いきます。楽勝です。ファーストステージはファーストラウンドクリア、ファーストステージクリアですね。かなり低設定を打ってることが多いんですけど、ただここを突破できてるんで楽しめてるんですよ、僕は。 55% あ、違う、まあ、55% ぐらいですね、突破率。あ、書いてあった。1回転がすごく緊張するんですよ、これ。あれ、あと3ゲーム。ラストしまった。突破できず。だからこれが6でもちょっときついところというか、まあ、500ぐらい回してチャンスをいったけど、まあ、6だから簡単に当たるってわけじゃなくて、まあ、その分あちゃんと抽選されてるんだなっていうのは感じますよね。で終了画面が今マーガレットで、一応これが設定346の示唆ということですね。有力感ランプは消えてます。引き継ぎなし。おい、すっごい音。おー、初負け。そうですね。お、タイトルが出てきました。強チェリーでしょうか。チャンス名違う、リプレイ。何これ、珍しくないですか、リプレイで。あ、2ベッドでした。すいませんすいませんすいませんでしたすいません。2ベッドこうなるんですねタイトル出てきた時って結構強いんですよ、これ。いやー失礼しました。いやー、ああいう時ってなんか期待持ちながら押してるんですけど、実はツーベッドだから横から見た人から何してんねんこいつみたいなね、首かしげて、そう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 、今思い出したんですけど、一月前ぐらいかな、トミーさんの娘さんが携帯なくされたと、かなり見られてたじゃないですか。あれは僕らがこれ本当なんやろうかどうなんやろうかってトミーさんに一回会った時聞いてみようってそういえば言ってたんですよ。あれが実話だったら相当その実話ですね、肩身が狭い、はい、じゃないですか家で。あとあれなんていうんですか、シリーみたいな声で、はい、着信が鳴ってる時って、はい、誰々とかって言うんですよ。はい、例えばお父さん、はい、お母さんとかで、電話が鳴ってる相手のはい、名前を登録してる相手をそのまま読むみたいな、はい、だから私の場合ハゲ親父ハゲ親父。本当ですか？本当ですよ。そういうでも娘さんっていい年頃ですよね。もう高3です。一番じゃあそうか、そうなんですよ。思春期のお父さんに対して嫁はちょっとショック受けてましたけどね何がハゲ親父の嫁やみたいな。いやそうでしょう、なんか私のことを認めてない存在みたいになってるやみたいな。いやトミーさんもトミーさんですけど、その嫁って言われたらショックですよね。そう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 、せめて私はお母さん、普通にお母さんでええやないかい。いや普通はね お父さん嫌いだけどお母さん好きっていうことが多いですよね。仲がまあでも仲が悪いんだろうなっては思わないですよね。そうですね、ある程度こうそういうことが書ける中であることは間違いないですよね。いやただその向こうがね友達とかとわーわーやってる時にハゲ親父って言うわけでしょ、はいちょっと恥ずかしくないんかお前は言うて、メンツがちょっとね、いや私はまあともかくとして娘自身がねどう思ってんのかなと思って。おこの演出は初めて。はいおおいった、 CZ やっぱり速い。さあそろそろお願いしますよトミーさん。はい、僕が偉そうなことは言えないですけど、いやもういけっすよこれは。大丈夫でしょ、 70% 超えてましたもんね。演出が先の変わらないんでちょっと怪しい。おおハイチャンス、おいちょっと厳しい。おーいい音。あれ歌流れてますよ、さっき歌流れてなかったですよ。本当ですか？当たりですよ多分それ。おおいやすごい、3回目やっぱりすごい。突破率も結局持ち球でいけてますからで今4-3でしょチャンスゾーンも。あ、そうか、1回目直撃か。そうですそうです。あとは設定6で1000枚出せたらめちゃくちゃいいですね。あと1回いけそこ、おこれで抽選ですよね。もう一回戻れるかどうかの抽選。はいかない。厳しいっすねちょっと。しょうがないのか設定6は。おおお疲れ様でしたいやでもこの短時間で青のエクソシストの設定力がどんな感じの台なのかっていうのはちょっとなんとなく分かりましたよね。それだけでもありがたいです。あれですね、分かりましたか。設定6だけ復帰率がめっちゃ低いですね。あそうなんですか。無敵ゾーンに戻るのがレアクラークはもうほぼダメですよ。本当だ、かなり AT 中は冷遇されてますね。敗戦に来た。あ、全長いったってことは敗戦からのベイカーズディナーなんで相当強いと思います。ここでゾーン的には通常 B のゾーンなんで、まあ、朝一 C にいてここ B にいて、まあ、やっぱ6は違うなっていうのを感じますね。そしてジャック・チェリーからこれで2つ目のバレットです。ここもあ、変異ジャックです。ここは来ないかな。396ゲームチャンスゾーンでした。2回目次は決めてください。はい、わかりました、はい、すいません。あー、嘘。ラストおー待て、直撃。なんかまるで傍観者のようにあそこに立ってこっちを見られてる方、俯瞰してますね。いらっしゃるんですけど、ちょっと俯瞰してますね。